前が皇帝か。この一帯は全て我が物、七英雄スービエのテリトリーと承知の上か。我が海域を荒らすことは許さん。早々に立ち去れ。我らの目的を理解できるとは思えんが、メイドの土産に教えてやろう。遥か昔、七英雄は世界を救った。だが救われた連中は、強くなりすぎた我々を恐れ、別の世界に追放したのだ。数千年後、苦労して帰ってきてみると、奴らも違う世界に行ったようだ。奴らはどこへ行ったのか。探しているのさ。復讐のために。お前のような下等動物にこの気持ちはわかるまいよ。では行くぞ。海の主と合体した力を見よう。邪魔をするなら容赦しないわ。さてと、行くよ。とどめだ。動物にしてはよくはなく、だがそれもこれまでだ。海の支配者たる力存分に見せてやろう。海の骨折となれ。月島で地震が増え、コムルーン火山が再び噴火するのではないかと噂が広まっております。火山問題は選定が解決したと伝えられておりますが、一度様子を見に行ってみてはいかがでしょうか。皇帝、やっと来たな。選定同様、この手で葬ってやる。待つのは飽きた。さっさと始めるぞ。七英雄九神士様の力、とくと味わうがいい。手下をけしかけるとは
どこまでも卑怯な奴。排除するわ。ほんの小手調べだ。このくらいでやられてもらっては困る。さてと、これで決める。おっつい。私の番だ。いいぞ。お前は他の七英雄とは違うようだ。ようやくわかったか。俺こそ七英雄最強。恐れをなしたら逃げろ。逃げても殺すがな。自分より弱い弟子を集めて強くなったキリ。七英雄の弱卒に過ぎないお前に私は倒せぬ。おたけ、そこだ。もらった。はっ、よし。よし、さすがにやるな。しかしこうでなくては楽しみがない。だが少なからずダメージは受けたはずだ。そろそろ苦人神様の出番だな。では行くぞ。陛下、ナゼール海峡の南方大氷原にモンスターが続々と集結中との知らせがありました。ついに来たな。いよいよ決戦の時だ。行くぞ。